中日ドラゴンズの荒木コーチは、石垣選手はある点がとても大きな課題で克服しなければいけないという話がありました。もう一皮石垣選手が向けていかない理由について深掘りしていきます。石垣選手なんですけれども、2022年イニング数としては166イニングセカンドを守りまして、レンジ R がプラス 1.8、 UZR1000 イニング換算がプラス 10.3 ということで、守備使用、かなりイニング数としては少ないんですけれども、チームトップの記録が残っています。そしてファームでは2割9分8厘ホームランが2本、出塁率3割8分3厘 OPS0.841 と打撃でもいい成績を残しています。一軍では1割6分2厘ホームランが3本、出塁率1割8分6厘 OPS が 0.480 という成績になっています。やっぱり一軍ではホームラン3本打っていて、長打力っていうところがものすごく魅力的ではあるんですけれども、やっぱり打率面では大きな課題が残っています。石垣選手、本当にポテンシャルは抜群で、ファンの方々もとても期待しているんですけれども、なぜなかなか伸びていかないのか、荒木コーチが語る石垣選手の課題を見ていきます。荒木コーチは井端さんの YouTube チャンネルにてこんな話をしていました。石垣選手は本当に真面目で努力家、そしていい形ができていても寮に戻って考えすぎて変えてしまうと、追い求めすぎる、やりすぎておかしくなってしまうということなんですね。よかったらそれ以上追い求めない方がいいけれども、石垣選手は考えすぎてしまったり、例えばスマホとかでいろんな選手の動画を見たりとか、そういったところでなんとかもっと良くなりたいというふうに思う一方で、それがドツボにはまってしまうということですね。よく野球選手で成功するための秘訣として、切り替えができる選手、ある意味で不真面目な選手の方が成功するという話はよく耳にするんですけれども、このあたりが石垣選手、性格的に真面目な部分というのが少し伸び悩みにつながってしまっているのかもしれません。続いて石垣選手のバッティング面での技術的な課題についても少し見ていきます。石垣選手の課題ですけれども、 OB の吉見さんは、バットを振れるのは期待ができるが、確率を上げることが重要、考えて野球をしなければいけない。鈴木スコアラは、バットに当たるか、あとはそこだけ。立浪監督、和田コーチは、速い球に差し込まれてしまう、特に高めのボールと。あとは藤井さんとか中村武さんとか、とにかく石垣選手は一軍に慣れて、一軍の中で自信を持ってプレーすることが重要だという話もしていました。2軍では 25% の三振率、1軍では 38% の三振率、やっぱりこのあたりっていうところが大きな課題にはなってくると思います。今は少し新人選手の陰に隠れてしまっている部分がありますけれども、なんとかこういった課題を克服して、ポテンシャルを生かしてレギュラーを目指していってほしいと思います。以上です。